はい、始まりました。信長の野望創造実況信長リベンジ編。前回は見事足利家を倒して関西を手に入れたとこですね。鈴木を倒して完全に手中に収めたいと思います。そして配属移動。まず手に入れた城に武将を入れると。おー、めっちゃ立てまくったからか。岸和田城か、まず。まだ強い武将が入ってへんのか。玉ちゃん強いな。こいつ入れとくか。とりあえずの武将入れていかなあかんな。60。よし。口こいつ入れとくか。建てたばっかりの城はちょっとしょぼいメロン入れといて。こいつ入れとこう。ここやな問題。北畑武将ここか。細野入れとくか、とりあえず。香川清秀ここか。岸和田城、高屋城もまあでかいんやけど、やっぱ石山やな。高屋城に六角を入れて、岸和田城に長政入れたいけどな。柴田勝家とかも入れてもいいんやけど、ちょっとまだごちゃごちゃしてるな。まあ四国は四国で、三好と長宗我部元親、長宗我部が戦ってるのが、工作できると工作していこうかな。長宗我部まあ滅ぼすからな。こことりあえずなんかできるかな。北条家もちょっと工作できるかもしれんな。よし。そして指示を出して、あ、出せへん。要請か。援軍要請。よし。援軍出させると。そして武将兵出せそうなとこどっかないんかな。ここ出すか。でも中途半端になんな。とりあえず行こうか、これで。3対22。こいつを北に送るか。お、よし。敵の動きがちょっと気になるけど、北どうなってんのこれ。戦ってんな。1500。後ろからも来てるし。まずこっち。これやったら突撃して倒した方が早いかな。 追撃してきそうやな、ほっといても。これで守備報酬とりあえず上げとくか。やっぱ来たか。錯乱でスクド落としてこっち守備上げて。 これでどうや過ぎへんかな。ならこっちから攻撃突っ込んで、よし 4700 微妙やな。すぐ後ろから出せばいけるかな。ろくな武将がいいひん。 クソやな。もうちょっと強いやつ送っとけばよかったな。秀吉出すか。手柄を立てるぞ。よし。コロックとか。返すか。援軍要請。出せへんな。 いえ。お。ちょっと待って、赤いがやられたぞ。お任せください。お任せください。包囲できてへんやん。ちょっと下がるか一旦。 お、こっちやってた。ちょっと待って。攻められてへんこれ。岸和田城から出すか。我が戦、お見せしましょう。かも出せんな。出陣するぞ。よし。とりあえず出陣させておくか。秀吉行ってるけどサッカーやコロック表彰を始めましょう。王国いたす、王国いたす。 の援軍が来てんのか。こっち1万流れてきたか。かしこまりました。返すしかないな。こっちの2体戦力が苦しくなってきたな。 宮が観音事情草津二条御所いけるな。こいつなんかできんのか。先方射撃よし鉄砲隊 いざ参ろう。どうにかここ落としてしまおう。防衛が楽になる。急戦隊勝てへん。わかんな作業。僕も作業。わあ、やられた。お、ちょっとパニックや。庭長ひどい。かわいそうだ。これ以上は無理や。カーブ出したいけど、しょぼかったよな、確か。しょぼいな。水上。お、強い。いざ参ろう。武田城。ここも出せんな。六角か。これ強かったはずや。この3体あればいけるやろ。次がこいつはそんな強くないんやな。よし、返そう。こっち行こうか。ここまで来たなら。よし。あ。お、入った。うわ、顔。返して。こいつに返して城へ戻る。ああ、やられた。やられてもうた。お命令をくだされ。報告いたしますぞ。報告いたしますぞ。やばい、こっちやられてんな。で武将入れたいけどなかなかまだやねんな。滝川一正入れとくか。あかんわ。こわこの辺か。この微妙な武将しかいい。まだこいつとかこの辺に強いやついたような気がするんだな。桑名城かな。これ入れといた方がまだましか。山城とかより石山やろ。森山、岸和田城、笹成政入れて、強いねんな。筒井城、有岡城か。いやー、微妙やな。悩みどころやな。まだ武将が来てへんのと、状況が整ってへんのが、一色体になって、ちょっとわけわからん状態やな。取引。ご用は何ですか？家宝買えへんのか。群馬も買っとこう。2500。ちょっと兵糧売っとこう。何ですか？群馬買って。よし。ありがとうございました。回収。これとかもやっとかなあかんねんな。あ、もうやりきってんのか。よし。でき。やめとこう。大勢。よし。とりあえずスタート。6900。援軍向かって。いるけどこいつ下がってんのか。黒以上に送らなあかんかったんか。こっちはやばいな。次さ黒く返して。お、池田復活投与。お、投与できた。よし。朝倉秀吉対。わあ、ここ落とすなかなか大変そうやな。カム出すか。どっか出せるかな。ここしょぼい。まだマシか。ああ、ミスった。こっちやな。やばいな。いろんなとこはやばいな。こっち行くか。5着。9000。負けてんな。秀吉もそろそろあかんな。光秀、細川、足利が有してる。島左近、強いやつ入ったな。よし。これでまだどうにかなるかな。武将不足は。助太刀いたしますぞ。報告いたします。南これ全然落ちへんけど、どうなってんねん。耐久が高いんかな。お。全然落ちへんやん。包囲できてるから落ちるはずねんけどな。こっちから出すか。兵糧がやばい。よし。あ、落ちたか。やっと落ちたか。よし。じゃあこの2体はこっち送るか。 秀吉はもう返そう。ああ、ここで一気に潰すか。潰しちゃうか。ああ、時間が微妙やな。17000。よし、今回はここまでにしようか。次回は大回戦から始めたいと思います。よし、以上終わります。